レモン製菓です。それではまだ続きをやっていこうと思います。あ、また人がいる。丸いドア、あ、ほんとだ。左上の家は入れて、右上は丸いドアじゃないから入れないんですね。南の墓場から来たんじゃないだろうな。疑い深い。すごい、マザーズデイだったっけ。ここはさすがに人、あーでも出てくるときは出てくるか。すごいね。わー、ビルリング。あれ、これなんかもしかして安子ちゃん、違う。カナリア村は北に登って西の方角。入園料、へえ。もう一回、村なの入園料がいるの。え、北に登って西の方角って私の家付近ってこと。動物たちは狂って暴れ出す。死人はゾンビになって襲ってくる。ほんとね。ビルも丸いドアだったらいいのかな。ハンバーガー、すごいね。ハンバーガーのシンボルって、これでハンバーガーって分からんもん。はい、入れた。幼稚園でトレーニング席だった。花たらしのさやかちゃん、名前が合ってるから間違ってはないんでしょうけど。オレンジジュース、フライドポテト、ハンバーガー。これお金常に持っとかなきゃいけないのか。回復アイテムなのかな。蝶々さんは勇気のある助っ人を探しておられる。お、なるほど。そこでさやかさんですよ。チェック。町役場、じゃあ蝶々さんいるのかな。美人の秘書がいる。1階の受付。マジか。あー、なるほど。ある程度、あ、後でいいことを教えてあげる。ありがとうございます。ある程度いいことを教えてあげるに空見した。空目した。誰に話している。この人です。助役のアボット。なるほど、ここで座っている。君では無理かな。期待してるんだけどな。墓場に子供が迷い込んでしまった。はい。助けてちょうだいんで、はい。生きて帰って君は英雄。体の具合さえ良ければ。足が悪いの？じゃあ墓場行きますか。デパート。サービス。あ、電話ある。お父さんに電話できるのかな？また、ご返品ですね。あー、なんか、大変なのかな？クレームが。あ、売るっていうこと？いや、さすがに売るものはないかな。キャッシュカードってそう考えればあれか。これね、引き出せるのか、もしかして。へー、すごい。キャッシュカードを使う。引き出す。あ、増えてる。あ、持ってた方がいいかな。で、これ死んだらお金減る系なのかな。お金がた。マジ？リアルですね。10円あったらいけるかな。ん？ド、あ、毒消しスプレー。こういうのいるんじゃないの？喘息スプレー。傷薬、高くない？傷薬高くない？ハンバーガー買った方がいいのかな。でも毒消しなんか欲しいな。何個持てるんだっけ。8個かな。チーズ、地下室の鍵いらないか。かといって、あ、てか預けてくれよかったね、家で。ボロのバット意外と高い。スリングショット、普通のバット。おー、え、てかさ、今思ったけど、
敵倒してお金入んないんだね。お兄さんとかおじさんとか結構持ってそうなんだけど。フード、あ、いいじゃん。こっちパン、オレンジジュース安いね。ちょっと昔のゲームどういうテンションでやればいいかな。普通のバットを買うまでやるとかでもお父さんが振り込んでくれるお金だけなのかな。え、買いたい85ね。何に使うのかな。動物たちを操られている。すごい、なんかいろいろあるデパート屋さんでしたね。とりあえず、あ、ここ薬屋さんか。もう一回上だったね。どうしようかな。ボロンバットのままでいいかな。ちょっと待って、すごい間違える操作。155でしょ。とりあえず今いいかな。地下室の鍵売るわけにもいかないしな。おじさんに憧れてる？あ、カナリア村のおじさんに憧れてるの？はい。もうそろそうでしょ。自分が誰であるかの証明ですからね、キャッシュカード。そんなことできるの？パン買っとった方がいいかな。あ、病院がある。病院もすごいよね。このマークで病院だとわかる。ナースさん、ごめんかい？え、誰か入院することあるの？タンスがあったらどうしても調べちゃうんだけど。個室、ここ、あ、先生かな。もしかして25ドルで。あっそって、冷たい。金を払わない人には冷たい。25ドルで回復してくれるのかな。タンス、誰も寝てない広いね。誰も寝てない。走れないのかな、今更ですけど。おう何これ何これ。 R を教えてないのか。こんな声だっけ。あ、そっか、左にまだ行ってないからか。腹減った、私も減った。墓場に子供が迷い込んだって言うけど助かったのかな。そうですね、こっからまた外なのかな。っていうわけではないか。ビル群から抜けてきたって感じね。ゾンビー、え死人でした。もどき、あ、遊んでるのね。立ち悪ひっかいた、痛い。わ、めっちゃ痛い。わ、これ死んじゃうんじゃないの。やばいやばい。もう一回いけるかな。大丈夫。あ、待って、でも先生だからさ、アウツーだよね。最初にしてくれない。意識不明。続ける。あー、ここに戻ってくるのね。へえ。
れより先は強いからある程度レベル上げしとかなきゃいけないかな。控え室の鍵で祖父の日記も預けとこう。地図はいるかな。ちょっと画面があれだったけど、ちゃんと2個だね。セーブしてちょっとお腹空いたからなんか食べてくる。すごい、やめるってやったら、それじゃあリセットボタン押しながら電源ボタンをオフにしなさい。懐かしいこれ。はい、看板がある、チェック。あ、カナリア村だって。そういえば村長さんにさ、鳥がいなくなった子の話するの忘れてたね。2回話しかけたら何かあったのかな。あー、野良犬、一個はそう噛まれないように注意してね。噛まれてます。あれ、お、てかさ、これさ、よくよく見たらスパンじゃなくてスマッシュでした。スマッシュ、まあ別にもうスパンでいいよね。スマッシュよりスパンの方が良くない？そういう話をしてるわけではないんですかね。あっ、何、柵だ。これなんかぼーっとしながら他に地図じゃない行くとこないかなと思って、マザーズデイの前になんかこう脇道をたくさん行ってみた結果ここにたどり着いたって感じですね。あっ、鳥話す。あ、これってあれじゃないの、あの女の子の鳥じゃないの、なんか餌で釣る。あ、別そういうわけではなかった。めっちゃ自然ですね。なんか親ないのかな、親っていうかあれか、一応カナリア村っていう村。あ、ここ通れる？通れないんだ。どう行くんだ？これでもはなんか話せる子いるのかな。たくさん話しかけちゃ難しいね、操作が。こう、私今十字でやってるんだけど、十字キーで。アナログスティックの方がいいかな。チェック、問題なし。これは問題あるっしょ。ん？ん？何でしょうね。ん？ん？は何なんだろう。あー、十字スティックの方がやりやすい。あー、なんかパンダ的なのいる。チェック、問題なし。ここ問題あるっしょ。いい天気じゃ、あ、パンダじゃなくておじいさんでした。それがどうしたというのだろう。これだけ？でもそれだからこそ平和を感じて、こう、今日もいい日だなってなるのかも。これさっき、右側から見えてた家みたいなやつ？今は特に何もないのかな。あ、そういえばカナリア村のおじいさんに憧れてるっていう女の子いたけど、あのおじいさんのことかな。ほんわかしてるから羨ましいなっていう意味もあるのかな。これだけ？え、なんかここ掘ったら何かが埋まってるとかないよね。まあ、おいおい何かあるのかな。あ、右上行ってみよう。お、なんかある。南マザーズデー、北シュークリーム動物園。こっちの先の北シュークリーム動物園、すごいね。なんかこう狭そうなマップでありつつも、こうちゃんとなんていう、世界が広がってる。
すごい秀逸なマップですね。左と上どっち行く？あ、一緒かな。カラス、これ一回戦ったから大丈夫。You win。 HP 20か。そろそろ回復。はぁ、どうしよう、どっち行く。いや、ここは橋を渡ってみよう。ここの橋とつながってて、何もない、何もなかった。あっ、あ、鳥か。カナリア村の鳥でしたね。じゃあ北に行こう。 You win。 なんか You win って言ってる人いっぱいいそう。ライフアップ3使うみたいですね。ピーピー、スワーティド、北へレッツゴー。あっ、ズーズー書いてある。でもあえてこうすぐに行かずに周りを探索してみる。ほむほむほむ。あ、鼻の上通れないのか。そっか。あー、なんかすごいいろいろ広がってそうだから先に動物園行くか。めっちゃあれですね。おう、なんか野良犬めっちゃ避けてめっちゃ時間かかった。お、レベルが上がった。やった、レベル4。おお、HP7 も上がった。飲みとしらし、しらみ。いらない。なんか、あまり目に見えるものでもないと思うけど、まあ、凝視したら見えるかもしれないけど、すごいね。よし、じゃあ、ズーに入ろう。キャッキャッキャッ。お前の母さん、デベソー。入れない。なんか悪口言われて終わったんですけど。はあ、はあ、開いた口が塞がらなかった。あ、これちょっとやばい、逃げよう。次逃げれなかったら死んじゃう。あ、ダメでした。あ、そらゾウに勝てませんわ。いや、確かにね、今ね、心の奥底でね、あールーラ欲しいな、デスルーラかなみたいなね、ことね、ちょっと考えてたには考えてたんですよ。ちょっとまさかそんな私の心を読まれるとは思わなんだわ。もう2回も全滅しちゃったよ。お、ありがとう。500円になったら、ミミーよ。ミニーと間違えちゃいや。ああ、あっ、ん、どこ行ったの。あれ、どっかいたっけ。下の階がミミ、ミニーか。なるほど。ピンクと赤色だったっけ、忘れ、あ、鍵、毎回開けなきゃいけないんだ。細かいね。